弦とは弦楽器の発音体、すなわち最初に振動する部分である。糸状になっており、材質や太さはなるべく均質に作られている。両端、または片方の端は様々な方法によって弦楽器の本体に固定され、張力を持って貼られている。表記については弦とするのが正式である。また、和楽器においては糸と呼ばれる。 弦巻いた弦弦の振動は安定した音の高さと規則的な倍音を得ることができるのが特徴である。一方、弦の振動はそのままでは効率よく空気へ伝わらないため、いろいろ工夫を凝らして改良し、振動をボディ内で共鳴させたり、アンプによって電気的に増幅する仕組みが生まれていった。なお、基本的に弦は消耗品であるため、 劣化したり切れたりした場合には交換する必要がある。交換の時期は各個人の好みや演奏者の手の汗や油の量、使用状況、演奏時間、保管状況、時間、環境、材質や製造方法などで異なるので、一概には言えない。また、現にはいろいろな材質、種類、メーカー、ゲージがあるため劣化していなくても、サウンドや、 ゲージや演奏する際の感触を変えたい場合にも交換を行う。弦を張った直後には必ず調律という作業が必要になるので通常は音差またはチューナーなどを用いて調律する。ピアノなどの楽器の場合は専門知識や技術が必要なため素人はピアノ調律師などに依頼するのが一般的である。バイオリンやギターなどは通常 自分で交換することになる。弦を販売する際には長いため直径8センチメートルほどに巻いた状態で紙またはビニール製の封筒状のケースに入れられている。また金属製のものは空気中にさらして保存しておくと錆を生じてしまい弦楽器に貼る前に劣化してしまい音も悪くなる。そのため一部のメーカーでは 密閉されたビニールの中に酸化防止ガスと弦を一緒に封入し販売されている。また、金属製の原理は酸化防止のために弦の表面がコーティング加工されているものやステンレス製の錆びにくい弦も販売されているが、従来のニッケル製の弦に比べ価格が高くなってしまうのは欠点である。弦には様々なバリエーションが存在し、 楽器の特性や演奏者の好みなどにより使い分ける。通常は各楽器ごとの専用弦として販売されている。一般に各楽器の種類と同じ弦であれば使用可能であるが一部ではフェンダーのエレクトリックギターのドレモロユニット専用の弦など特殊な弦も存在する。プレーン弦は新鮮のみで成り立つ単線の弦である。材質は金属弦の場合は 合金が使われ、通常いわゆるピアノ線が使用される。糸と呼ばれる弦の場合絹が使用され、原料としては春眉が良いとされる。古来より、琵琶湖北岸地域に名産地があり、現在も全国の総生産量のうち、かなりの割合を占めており、品質も高い。シャミ線用や創用では様々な太さのサイズがある。和楽器では単線弦はシャミ線。 および、呼吸の最高音源のみに使用される。ただし、シャミセンではジャンルにより、耐久性に優れるナイロン性を使用することもあるが、音色技法が非常に発達している、古典ジャミセン音楽では、現代でも音色の良い機能性が普通に用いられる。また、元来ガットが使用されてきた弦も、現在では、ナイロンや金属で代用されるが、ビオールなどの古学機では、 ガット弦を愛用する人も多い。ギターの場合は一般にアコースティックギターでは1から2弦、エレクトリックギターでは1から3弦に用いられる。ガット弦は独特の音色が得られるが、調律が狂いやすく、寿命も短い。音量も小さいなどのデメリットがある。和楽器弦の多くの弦は、4本の単線をより合わせて作られる。そうでは、耐久性や価格の点で、 ポリエステルで代用されることも多いが、音色では、絹が優れている。巻き弦は、新線を中心に巻き線を巻いた弦である。ピアノ線でできた新線に、ニッケルやステンレスなどの巻き線を巻く。複数の巻き弦を巻く多層巻きの弦もある。稀にナイロンなど、電動体以外の素材を巻き線として使う弦もあるが、新線が、 当時率が高い金属であれば電気楽器に対して使用できる。現在は巻線が緩みにくいように新線を六角形にしたものが主流である。クラシック楽器用の弦ではタングステンや銀を巻いた高価な弦も使用される。また、新線に金属線ではなくガットやナイロンを使用した薪弦も存在する。あるいは複数の弦を練り合わせた新線を使用することもある。 そのため効果であり、バイオリンに使用するものでは4本セットで3万円を超える価格のものも珍しくない。ありがとうございます。